この成績だと、残念だけど、志望校を変えるしかないかな。その表情は何？ちょっとは落ち込んでほしいと思ってるんですけど。だって、通ってもいいし。志望校を変えるっていうのは、あくまで現段階の話ね。まだ受験までは時間があるから、それまでには最低でも、このラインまでは点数を伸ばしておきたい。わかった？そんなの無理ゲーじゃん。まったく君は。そんなこと言わないで。この前の三者面談でもさ、覚えてる？お母さんがこの学校行ってほしいって言ってたじゃん。親の言うことを丸々聞く必要はないけど、ちょっとはそういう気持ちも汲んであげたら？どうせ、勉強わかんないし。わからないところがあったら、先生が教えるから。最後まで粘ってみないと、何が起こるかわかんないよ。大学行っても何？やりたいことなんてない？まあ気持ちはわかるけどね。10代の時にやりたいことある方が珍しいから。でも、まあ行ってから考えるっていうのも手の一つだと思うし、行って後悔することはないと思うよ。ねえ、そうだな。じゃあ合格したら、ほら、先生が何かご褒美とか用意しとくから。それでどう？頑張れそう？どうせ口だけ。また君はそうやって。の、ああ、ちょっと！ねえ、まだ終わってないよ、面談。どこ行くの？帰って漫画読まないと。あのね、いくら先生が甘いからって。ちょっと、どうした？おい、しっかりしろ。あ、気づいた？よかった。本当に突然倒れるんだから、もう死んじゃったかと思ったよ。保健室の先生に聞いたら、貧血だってさ。君ってそういうの持ってたっけ？じゃあ、最近寝てないとか、あんまご飯食べてないとかは？さては、徹夜で勉強してたりとか。あ、ゲームか。君は本当にやりたいことだけには熱心なんだけどね。まあいいや。とにかく、体調管理だけはしっかりしないとダメだよ。今日はたまたま先生が一緒にいたからよかったけれど。これがもし一人でいる時だったらって考えると、大変なんだから。わかってるよね。自分が一番。ん？心配してるに決まってるでしょう。大切な生徒なんだから。こんなところで失うわけにはいかない。そうだよ。体調を心配するのも、進路を心配するのも、全部愛なんだ。君が後悔しない未来に、元気に送り出してやりたい。それが先生の仕事だからね。
ごめんね。ちょっと電話。何でしょうか。仕事中にはかけてくるなと言ってるじゃないですか。ええ、変わりなく取引はいつものとこで。え、今回もツケはなしですよ。それに裏切りもね。え、では20時に。ごめんね、お待たせ。先生、これから帰らなきゃいけないんだけど、一人で家まで帰れるかな？難しそうだったら親御さん呼ぶけど。ん？電話の相手？あはは、母親さ、なんか体調崩しちゃったみたいで。そう、これから実家まで急遽帰ることになったんだ。今日は看病デーだな。わかってると思うけど、君も気をつけて帰るんだよ。じゃあね。さてと、振り込みは確認しました。もう帰って構いませんよ。ん？今時現金なんて使わないでしょう。へえ。すぐに海外に飛ばして、資金洗浄を行う必要がありますからね。じゃなきゃ、万が一パクられた時に困る。いつまでこんな仕事。顧客の分際で、どこまで首を突っ込んでくるおつもりですか？まあ、嫌いじゃないですけどね。そういう話も。そうですね。いつまでなんて考えたことはありませんよ。こう見えて、私は平和主義者です。表と裏をうまく使い分けて、金には困らず、人と争うこともなく、それなりの地位と名誉を築きながら生きていきたい。それだけなんですよ。そのためだったら、私はいつまででも、何でもしますよ。誰だ？何者かに聞かれてたようですね。あの後ろ姿。いえ、追わなくて結構です。私に心当たりがありますから、大丈夫ですよ。放っておいても、彼女一人でどこできるレベルの話ではありませんから。しかし、困ったなぁ。まさか、ついてきていたなんて。こんばんは。夜分遅くに失礼します。今、娘さんは家にいらっしゃいますか？いえ、今日面談中に体調を崩していたみたいなので、つい気になってしまって。ええ。帰ってきてから部屋に閉じこもってる。そうですか。ん？いつも迷惑をかけてすみません。あは、いえいえ。とっても素敵な娘さんですよ。好奇心旺盛で。そしたら、ちょっと変わってもらってもいいですか？嫌がってる？
その年頃の子は、みんな教師が嫌いですからね。大丈夫です。代わってください。こんばんは。聞こえてる？さっきぶりだね。体調はどう？そっか、落ち着いたんならよかった。ん？布団に閉じこもってるって聞いたけど、どうかしたの？声が震えてるみたい。もう少し大きな声で話してもらってもいいかな？なんだか回線が悪いみたい。今日電話したのは、そりゃもちろん体調の確認が一番だったんだけど、無事に帰れたかなって。でも緊急でちょっと話したいことができてさ。今から学校まで来てもらってもいいかな？あ、ごめん、言い方間違えた。来なさい。これは先生の命令だよ。いや、夜の学校に来るのは初めて？静かだよね、ここ。いつも通ってる学校じゃなくてさ、まるでセットみたいだって思わない？先生はね、そう思う。いつもアクセクと働いてる場所じゃないみたいだよ。ずっと、こんな時間が続けばいいのに。なんてね。来てくれてありがとう。あ、親御さんにはきちんと説明をしてあるから安心してよ。物分かりのいい大人だよね、君のお母さんって。やりやすくて助かるよ。なんでそんなそわそわしてるの？こっちおいでよ。こっち。今日は何の用ですか？とぼけないでよ。君だろ？悪いことをしたのは。何も見てない？先生、君が何かを見たなんて一言も言ってないよ。君のバカさ加減にはいつも飽き飽きしてたけど、まさかここまで嘘が下手とは思わなかったな。先生のことつけてたんだ。悪い子だね。気になっちゃった？それとももしかして、あの時保健室で電話した時から聞き耳立ててたとか。図星か？それにしても困った。先生がさ、やばい人間だって分かったら、大変なことになっちゃう。そのことを知ってる人間は、この世界に生きてちゃいけない決まりなんだよ。さよならしよっか。
あれ、どんどん聞こえるけど、もう目覚めちゃったの？おはよう。鍵閉めてあるから、開かないよ。暗いところ怖い？そうだよね。何も見えないところって、考えてるよりもずっと怖いよね。どこかわかる？そこは、教室のロッカーだよ。いつもやんちゃだった君は、掃除担当でも関係なく、いつも掃除をほっぽり出して帰ってったろう。だから、ついでに報いを与えてやろうと思って。ね。助けて。限界そうだから開けてあげるよ。やあ、こんばんは。うん。いい顔になったね。ちょっとは反省できたかな。ん？先生のこと、みんなに言ってやる。あれ、まだみんなと会えると思ってるんだ。そんなわけなくない？君、先生のこと、マフィアだって知っちゃったんだよね。じゃあ、生かしておくわけにはいかないよな。好奇心旺盛なのは可愛いところだけど、ちょっと老いたが過ぎちゃったみたいだね。ダメだよ。泣いたりしたら先生が悪いみたいじゃん。なんで、僕が先生をやってるのかって？そりゃ、生徒が可愛いからだよ。みんなのことが好きで、大切にしたいと思ってる。君のことももちろんそう思ってた。でも、もうおしまいだ。お前はもうその対象じゃない。ただのクソガキだよ。うん？何？ごめんなさい。ごめんなさい。誰にも言わないし、勉強もちゃんとするから許してください。嘘だな。お前は、先生が何を言っても、今まで勉強なんてしてこなかったはずだ。これからは違う。いや、お前は変われない。変わる。変われない。死にたくないから頑張る。ふん。じゃあ、今ここで誓えるか。ん？じゃあ口に出してみろ。私はこれから嘘もつかず、勉強をしっかりします。はい、副将。先生の秘密をバラしたときは、どうなっても構いません。副将。よろしい。出といて。いいよ。よいしょ。ああ、
こんなに汗かいちゃって。ロッカーの中は暑かった？それとも冷や汗かな？もう帰っていいよ。あまり長くなると、お母さんも心配するから。明日からまたよろしくな。ああ、それと、先生みたいな人間にはなっちゃダメだよ。これは忠告ね。君は、綺麗な世界で、まっとうに生きることができる人間だから。じゃあ行きな。はあ、やれやれ。これである程度、成績が上がるといいんだけど。ああ、校長先生。例の女の子にはきちんと釘を刺しておきましたよ。また他の生徒ですか。わかりました。ではまた。はあ、教育って簡単じゃないな。